ほんまや。ここにはお金、ここまでお金。タイミングでポンって出んのですね。ここにはお金、ここまでお金。そこはちょっと置けないです。ボールが止まってたらいけるんですけど、こうボールってこう動くじゃないですか。タイミングがどうしてもこの辺になっちゃいますね。なるほどね。これをこっちにポイントにする。壁にこういうところに。ちょうど確認してる。気になって最近おすすめなんですかね。そういうこと、背負ってパンが、ここがサイド。こうなっちゃうときがあるんですよ。この時に、こっちも、背中を押してるんですよ。それはこう、こうなんていうの、その押された力で、僕が先にボールに寄れるんですよ。寄った時に、こっちにちょっともう、ちょっと軽くとかやると、ディフェンス絶対こっちに行かれてる。この時ボール隠して体が、で、こんなに。なるほどね。そうそう、昔言ってた、このイーの動きが、これすごいな。なるほど。最初ちょっとこの先に、待って、どこなんだろう。なるほど。すごい。このさ、キャッピングが鳴ったのよ。どこでこのスローの力ここからこう、なんか、下をくっている。この瞬間で、絶対に高いです。だって、それで、こっちから回す。ああ、確かに。そう、うまい。ここからつくじゃないですか。この、なんていうんですか、足首を。ああ、確かに。膝がこっちに行かないんだ。ほんまや、すごい。これが曲がらないの、こっから上が。すごっ。こっちに行かないんだ。面白い。代わりが効かない技だな。うん、リンクの場合は、それこそさっき言ったこれがこっち向いているじゃないですか。すごっ。だからこっち向いているじゃないですか。すごっ。柔らかい。離れたら離れたらラッキー。レーニング選抜と高校選抜って言ってて、それこそタッチラインにこうもらって、ここから来てる。で、こうして、本当にこう出したんですよ。シャープ、全部つながった。ディフェンス、そっち側切ってないとなっちゃう、人から見ると。確かに。だけど、はい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 。しょうがないよ。なるほど。奥側流だね。全部結びたいって。普通にご飯食べてお茶してたら始まったって。我慢できなかった。どうでしたか今日は。めっちゃ勉強になった。勉強になった。このパターン面白いですね。10人十色だけど、よりこのタイプいないね。あ、膝の柔らかさ、海は体で隠れちゃうしさ、感覚的って自分で言ってるんだけど、説明できるし。うわ、まさやくん、天才でした。以上。タイミングのずらし方とか、僕も勉強だったんで、もっと自分のプレーが広がりそうな気がします。普通に。なんか日本のファンの皆さんへのメッセージとかってありますか？ラダーをいっぱいしてほしいです。日本のテレビで、するように代表に入って、で、僕のドリブルを目標にしてもらえたら嬉しいかなと思います。最高の言葉をいただきました。ありがとうございました。